こんにちは、神谷職人佐藤です。いつもありがとうございます。今日紹介するワインは、こちらのワインになります。こちらがですね、ルカマローニの、高得点ワイン特集として、今回が第3弾なんですけれども、そちらのワインを紹介したいと思います。まずこちらからですね、カザーリデルバローネ、ビアンコランゲになります。ブドウ品種は、シャルドネ90、アルネイス 10% です。上代価格は2000円になります。で、次はこれで真ん中ですね。こちらと同じワイナリーなんですけれども、カザールデルバローネのバルベーラ、州はピエモンテになります。こちらブドウ品種がバルベーラ85のネビオロ 15% です。上代価格は2000円になります。で、最後はこちらですね。こちらだけちょっと違いまして、マッソアンティコの、プリミティーボサレント、州はプーリアになります。ブドウ品種は、プリミティーボ 100%、上代価格はこちらですね、1780円になります。それではちょっとインポーターの情報をもとにテイスティングしていきたいと思います。まずこちらの白ですね、カザールデルバローネの、ビアンコランゲ、シャルドネ90っていうふうになってるんですけども、アルネイスが10って言いましたね。ちょっとなんかでも北のシャルドネってちょっとやっぱこういう感じの淡い色になりますよね。なんだろう、ちょっとねリースリングっぽいような感じもありますね。香りがちょっと桃、ちょっと桃っぽい、ちょっと明るい感じの香りがありますね。ああ、なんつうんだろう、ちょっとあのリンゴとかっていうよりも桃っぽいようなフルーティーさがあるんだけど、なんかねっとりしてないリンゴっぽい酸があるっていう感じで、すごくいいですね。フレッシュ感がすごいありますね。次はこちらの赤ですね。赤の方が、バルベーラですね。じゃあのバルベーラが85って書いてありましたっけ。バルベーラ85のネビオロが15ですね。色はやっぱバルベーラがもちろん勝つは勝つんですけど、やっぱバルベーラほどなんかすごい紫濃い濃い感じではなくて、ネビオロよりも全然濃いって感じですね。香りはですね、ちょっとピエモンテっぽくないですね。なんだろう、ちょっと南の、樽が効いてるのかもしれませんね。樽の香りかもしれないですね。ちょっと南の感じもありますね。なんかそのバルベーラのなんて苦味というか渋みとパワーと、ネビオロの酸っていうんですかね、それがうまく合わさってる気がしますね。余韻にはね、余韻にはそのタンニンと酸味がきれいに残りますね。ちょっとですね、やっぱりなんか少し南の感じがありますね。非常によくできてるワインだと思います。最後はこれですね、マッソアンティコのプリミティボサレント、これ99点ってことなんで、ルカマローニ方式でいうと満点なんですよね。3項目あって33点ずつで点数を決めるって感じなんで、99点で一応満点なんですよね。これプリミティーボ100ですよね。プーリア、プリミティーボ100。色はやっぱすごい濃いですよね。香りも、これ何年でしたっけ、ごめんなさい、ヴィンテージが2019ですね。やっぱちょっと若い感じしますね。まだちょっとさっき抜栓したのがもうほんと5分ぐらい前なんで、ちょっと上がってこない感じがしますね。まだ香りがもうちょっとすれば良くなると思うんですけど、なんかね、ただ濃い、分かりやすいっていうだけじゃないですね。しっかりと酸があってミネラル感もあって、
まず入ってくるのは果実味なんですけど、すごくなんか酸と果実味とバランスがすごくいいですね。うん、なんか昔ルカマローニっていうとなんかもう分かりやすくて、南の分かりやすくて濃い樽が効いててそういうワインが多かったんですけども、やっぱこういうワインがやっぱ今出てきて高得点取ってるっていうのは、まあ、すごいなんか変わってきたというか、すごいワインにとって、イタリアワインにとって本当革命が起きてる時だと思いますね。うん、非常に美味しいですねこれ。うん、びっくりします。うん、まあ、今回はですねルカマローニ高得点ワイン特集という感じで第3弾なんですけれども、こちらもですね特価が出てます、キャンペーンやってますんで、ぜひ神谷食品のサイトを覗いていただいて確認してみてください。とってもいいワインです。グラッツェ、今後もいろいろなワインを紹介していきたいと思います。チャンネル登録よろしくお願いします。